本当にじゃあ福井で手数出したいですよ。はい、接近戦になっている。そうですね、この接近戦での戦い方、左側っと、これはレフェリーに当たってしまいました。あ、レフェリーのサラサスさんに、これはモロに入ってしまいました。パンチが今レフェリーに当たったということで試合を止めています。近藤選手の放ったパンチ、まあ、間に入ったレフェリーに当たるということになりました。レフェリーが立ち上がって、近藤選手もかなりパンチ力のある選手ですからね。ちょっとまともにコート目に入ってますね、はい、現在試合は中断されています。時間を止めています。残り時間は20秒を切るかというところだったんですが、レフェリーのサラサスさんはどうでしょうか。自分でそのままリングを降ります。ここでレフェリーが交代して試合が続行されるという形になりそうです。レフェリーにパンチが当たってしまったためレフェリーが交代ということになります。レフェリーサラサスさんは大丈夫です。ビリーマーチで再開をいたします。レフェリーが変わります。レフェリービリーマーチンに代わって試合再開。残り時間は20秒切ったあたりでしょうか。さあ、アクシデントがありました。珍しいアクシデントですね。そうですね、ワンツー亀貝。